Vプレス動画をご覧の皆様、こんにちは。プロ必勝ガイドの矢部明乃です。はい、本日はですね、こちらちょっとロゴないんですけど、栃木県佐野市にありますビッグマーチ佐野店さんにお邪魔しております。はい、ということで今回はですね、うちくるで来たんですけど、朝一もう確保しました。台はですね、北斗の拳トモを取ったんですけど、ちょっとね、流れに身を委ねた結果ちょっとトモにたどり着いたみたいな感じなんですけど、まあ、朝一ですね、台を選びたかったんですよ。残念ながらラスト1台だったので、とりあえずそれを打って様子を見つつ、ちょっと周りの台も見て何がいいのかなっていうところをちょっと探して打っていきたいんですけど、いつも佐野に来ると帰りにアウトレットに寄って帰るんですよ。なので今日は目標5000枚ですね。いや、ちょっと5000枚さっき言ったのと少ない、7500枚かさっき宣言してたんですよ。でもとりあえずプラス7500枚ぐらいにして帰れたら、帰りハッピーな気持ちで帰れるので、そんな感じで今日は実践頑張っていきたいと思います。ございます。1日前がね、ちょっと当たり結構ついてるのがあれなんですけど、まあ最後の1台だったので、とりあえずこれ打っていきます。はい、それではですね、朝一北斗の拳とも確保したので打っていきたいと思います。いや、最近ちょこちょこまた打ってるんですけど、この間北斗揃いして2600枚一撃、過去最高記録なんですよ。それがすごい、え、微妙じゃんって思うかもしれないですけど、いつも1500枚も出なかったんで、また最近楽しいなと思っている台です。ちょっと頑張って打っていきたいと思います。まあ本当に最後の1台でちょっと台選びできなかったので、様子は見たいと思います。みんなもう結構回ってるから、朝一降格だったのかは分かんないけど、またその台は合格した後じゃないのでね、まあまあ、うわー、落ちてなければ、いやいやいや、いや、朝一一発で決めたいとこなんですけど、まだ降格いたかな。いや、まだある、大丈夫。来たー、いや、大丈夫だと思う。でも私ジャギ外したこと結構あって、
相当薄いよって言われるんですけど、そういうとこあるんでね、まだ安心できない。いや、まさかね、まさかまさかですよ。はい、ありがとうございます。あー、よかった。危ない。はい、269ゲーム投資7000円ですね。一発集中、一発で仕留めました。ありがとうございます。あ、広角まだちゃんといたと思うんですよね。いや、いいとこで引いた。白よしまあまあ、もっとハマるかと思ったんで全然いいです。いやー、単発だけは阻止したい。まずいよ、ダメだよ必殺技は。まずい。嘘でしょ。103枚終わると思う。あー、本当に終わった。あー、まずいよ。本当なんなんですかね、単発。この間も初当たり軽かったんで続けられたんですけど、タン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 で北斗揃いだったんですよ、5回目に。向いてないのかなとりあえずね、そんなにハマってもいないんで、まあまだもうちょっと様子見ます。いやー、ケンシロウ静かだな。いや、まだ400しか回せないんですけど、まあ朝一降格スタートじゃなかったことと、終わった後も降格スタートじゃなかったので、ちょっとなんかすごいテンション下がっちゃって、どうしよう。いや、まだ何とも言えないんですけど、でも単発だったじゃないですか。なんか今日のコンディション的に北斗がやれる気がしないんですよね。どうしよう。いやー、もう1回ぐらい初当たり見たいんですけど、やっぱ朝一大選びかな。いや、もう1台本当は打ちたい台があったんですよ、本当は。まあ寝台、割と寝台なんですけど、未来日記っていう台ご存知ですか。面白いんですよ原作がと悩んで、ちょっとあんまりね、多分未来日記に見たいっていう人いなさそうじゃないですか。まあ、最後にもしかしたら打つかもしれないですけど、とりあえず朝はやめとこうと思いまして、北斗寝台も出ますしね、そろそろちょっと友でも打っとこうかなと思ってきたのはいいんですけど、ちょっともういいかな。
ちょっと周りの台を見に行きたいと思います。お隣に台移動しました。朝一ですね。アコ60ゲームで当たっていて、まあ、初当たりも、まあ、様子見ですね。本当それだけで何とも言えないん で3連して終わってます。なんか起きました？見てなかったんですけど。つら。悲しい。いや、大移動してきたんですけど、その打ってた方の台が見事、多分ね、本当1000円か2000円とかですよ。移動して辛いですね。悲しいな。ニッカさん、あ、これリプレイのやつだ。やったー。リップ4、まあとりあえずリップ4連3 G ストッパー1回は出てくる。うわー、はい、109ゲーム投資1万9000円使ってるんで、リップ4連からの G ストップ仕留めますよ。本当にお願いします。 G ストップ苦手なんですけど、やれると思う。やんでよ。なんですかねこの地味な感じ。一発目で仕留めたのはいいですけど、5ですよ。はあ、悲しい。まあとりあえず初当たり引けたんでよしとしましょう。いやー、5って何よもう。まあまだ分かんない。リップさんの方が当選してれば後でもう一回出てくると思うんで、当選してることを祈ります。最近5連で止まるんですよ、絶対に。あー、ないか。わあ、もういや、いい、1個乗ったからね。はい、392枚、純増も取れたし1個乗ったし問題なし。5連なんですよ。もうちょっと続いてくれたらいいのに。あー、つなぎ止めた。多分これで次のセット取れば投資分はまくれますね。
はい、はい、2セット746枚、あと1セット、なんとかさっきからすごいギリギリなところでつなぎ止めてるんですけど、やっぱり5連なんですよ。よし、はい、3セット目です。3セット952枚、残念ながら、ね、3セット目200枚しか取れなかったので1000枚超えませんでした、まあ、とりあえず1万9000投資なんで今ので本当プラマイゼロです。ですよね、うん、うん、知ってた。リッパさん、4回目、あ、上がった。ストップいかない、4スルー、いやー、ここ仕留めておきたいな、いかないとね、あと100枚あるかなぐらいで遅れてたね今ね。いやー、さすがに示唆でしょ。おの赤の穴だったらな、わ、よし、頼む、大丈夫でしょう、これは。よし、はい、ありがとうございます。393ゲームなんとか追加投資なしで初当たりしました。よかった。白か天国じゃないの。まあまあ、とりあえずね、もう追加投資だけは卒していきたいです。でさっきもなんだかんだつなぎ止められたので、今回も単発で終わらないように頑張ります。わー、4連来たよ。そう簡単にね、5連するわけもないんですよ。他ので乗せます。
309枚。せっかくの木菜4連したんですけどね、生かせず。軽いんでね、今234分の1なんですよ。やめる理由、まあ今リップ3連からの G ストップ4スルーしてるんで、まあまあ6でも5スルーするときあるんで、もうちょっと休みます。やっぱ初当たり大事なんで。よっけー、そう、激アツ